どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけでやっていきましょう。今回は、また同じくやっていきたいと思います。サクサク説、十二星座、占い。今回、アクエリアス、水亀座行きましょう。アクエリアスって水亀座なんだねって思っちゃいました。とりあえず、ライトですね。右投げ右打ちでいこうかな、せっかくなんで。左投げ両打ちってそういえばあんまいなかったな。やってみよう。左投げ両打ち、外野手。じゃあ、どうしようかな。オープンスタンス。ストップ、93。で、チームが、じゃあ、中日で。で、ライトか。結構パワーっていいんじゃないっていう気はするんですよね。で、あとはそうだな。一応、安牌で持っていきますか。吹っ飛ばし。うん。吹っ飛ばさないように、頑張っていきたいと思います。さあ、行きましょう。ステージ1。でもいいよ。おー、弾道2の時点でちょっと、なんか見栄えいいな。パワーと肩が良いと。それ以外も20代後半で。青が多いな。あ、これは、いい選手になるぞ。行こう。ぐるっと回って。おい。ぐるっと一気に。で、シャッフル。青が多いからまだ青をガンガン踏めると見た。よいしょ。吹っ飛ばしカード被るか。残念。じゃあ、守備、おい。で、エラー回避で。片守備のゴールで。やる気が上がんなかったのは痛いかな、その代わり。まあ、その代わり結構、でも、青を、今のはでもね、ノリノリで踏みたかった、できることならば。じゃあ、ちょ、選手に。あー、虫パネ、青、あっか。やっちまったか。まあ、いいや、これはちょっと、でも、こっち行けばいいんだ。ほい。うわー、減少。まあ、じゃあ、こっちで、おい。まずい、ちょっと、ちょっとなんか流れがいいように見えて実はちょっと悪かったり。まあまあでもまあまあ、ちょっとの、体力下がっただけだから、まだまだわかんないですよ。じゃあ、ほい、ハテナ行っちゃおうか。ノリノリ来た！よっしゃ、オッケー！やる気欲しかったところに来てくれた。ノリノリの俺は何を踏んでも大丈夫。あっしゃ、虫歯に青。ノリノリの状態で青をガンガン踏めたらいいなっていう感じで踏みました。おい。幽霊に待っておこうかなと思ったけど、そっか。こいつ足ねえから。もう関係ねえんだ。シャッフル。さあ、そしてどうだ？お、いいね。よしよしよし。これはシャッフル踏まない。まずは回復だな。おい、7。の、おい。で、守備超人伝。守備力が上がらな。残念。惜しいな。走力超人伝とか、ここをずっとばかりに欲しかったんですけどね。ゴール。ちょっと体力危うくなってきたかなといったところ。ステージ4。テンポよく行こう。うわー、これ右と左で分かれちゃってんだ、しっかりと。左行っておきますか？なんか、回復取りに行く途中でなんか体力危うくなっちゃいそうな気がするんだよな。補給超人伝、オッケー。足りないところを補うスタンス。ほら、危なかった。いや、これちょっとじゃあ、そしたらシャッフル2連チャンやって。おー！あ、でも赤が多いからな、回復。これなー、やめときましょうかね。ここだけ取って、はい。あ、カレンさん、ちょっと、あぶねえ、おーい、やった。ありがとう、カレンさん。助かったよ。パワー一つぐらい下がるんだったらそれぐらいいいよ。で、選手にやって、おい、ビシエド。よっしゃ、パワーアップでゴール。見えてきた、見えてきた。うん。でも、これでステージ5なんだよな。もうちょっと早めに。でも、体力はあるから。と思ったらやる気下がっちゃう、パティーン。我慢。ほい。アイテムカード、吹っ飛ばしー。で、まだカレンさんに吹っ飛ばし、よっしゃ来た、来た、来た。これはやるぞ、俺は。しかしなんでこう、ハテナが多いのかな？ミート強化。よし、いいぞ。足りないところを補うスタンス。野球マンが先に来る。まあ、吹っ飛ばしもあるから、これでカレンさんを怯える心配はないかな、完全に。なくさない限り。ただ、この状況、下手にハテナ踏みたくないんだよね。ちょっとまず、行こうか。おい。野球マンのところにちょっと最短距離で行って、追っかけて。いやー、何やってんの？まあ、いっか。うん。会えれば最高でしたけど、欲はかけねえな。うん。さあ、そしてカレンさんどこに来るか。ロックオンしてくれたっていいんだよ。今別に全然なんか、俺痛くも痒くもないぐらいの気も、来たー！だって吹っ飛ばしあるもん。ということで、ちょっと今回カレンさんガン無視でいきたいと思います。行ってみてもいいかな？まあ無理か。よいしょー！いや、気持ちがいい、この絵面は。残念だったな。二値打ちだぜ。はい。飛ばしカードを失う。ちょっとでも体力、でも18か残り。さあ、これで何が来るか。パワー、アップ。
ップ、いいね。はい、で、走力。で、選手になって。はい、荒木選手。走塁 C。走力もそれあった方がいいわな。よっしゃ、じゃあちょっとハテナにレンちゃん行ってみよっか。まあ、その前に選手になって。はい、パワーアップ。おー、いいね、パワー B。弾道3。ホームラン出るよ、これなら。はい。やべ。でもこれでどうだ、はい。おー、まだ様々に輝く。回復ねえなあ。あー、そっか、残念。じゃあこれ、はい、やる気上げて。で、いいえで、走力もうちょっと上げて、ゴールと。まあ悪くはないか。パワーあるし、守備力は関係あんのか。まあでも、良さげな選手になりましたね、アクエリアス。はい、じゃあ、アップロードしておきましょう。まんべんないな、こうやって見ると。じゃあ、まあ、イメージとしては、女性に気をつけた方がいいかもしれませんね。なんていうかね、避けられる感があるんだよな。なんていうか、さっきの野球マン、俺が気になるのはね、野球マンにさっき完全に避けられちゃったじゃないですか。うん。だから、そこがちょっと僕は気になってるんですけど、まあ、その代わりカレンさんは全部うまくいったもんな。まあでも結論、まあでも結果的にはまあプラスに働いたからいいんだけどね。うん。青マス結構多かったですし、良かったんじゃないでしょうか。まあ、だから、中の上ぐらいかな。そんな感じ、なんか、ぐらいの気がしますね、能力的にも。特殊能力ちょっと恵まれなかったの残念ですけど。まあ、中の上ぐらい。まあ、でも、中吉ぐらいの運だと思ってください。というわけで、水神様のあなた、おめでとうございます。まあ、こんな能力になりました。ミートをちょっと伸びたかったな。伸ばしたかった。というわけで、じゃあ、アップロードしておきたいと思います。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。というわけで、次回もやっていきましょう。お楽しみに。じゃあね。おー、いいね、やった。いた。やったやったー。ごめん、行こうか。ボス。はい。ボス。ごめん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 。